ください。おはようございます、こんにちは、こんばんは。 YouTube で鉄道の全面展望の実況をやっております、大阪の北村です。今回は近鉄奈良線の石切駅から大和西大寺駅までお送りいたします。石切駅を発車いたしまして、これから新生駒トンネル4キロ以上の長いトンネルをくぐります。かつてはですね、生駒トンネルと言いまして、草江坂駅というトンネルのたもとに駅があったのですけれども、かつての生駒トンネルはですね、京阪奈線、近鉄京阪奈線のトンネルの一部に転用されております。また非常用通路としても使われております。そして次の生駒駅がですね、京阪奈線との乗り換え駅ですね。駅から京阪奈線、長門方面には乗り換えるメリットってあまりないんですけれども、学研なら富ヶ丘方面への乗り換えと、あと生駒線ですね、王子方、市議さんとか王子方面へ行く生駒線との乗り換えが生駒駅です。そして生駒ケーブル、宝山寺や生駒三条遊園地に行く生駒ケーブルとの乗り換えで、生駒ケーブルは生駒駅ではなくて鳥居前という駅名になっております。また近鉄って言いますか、大阪軌道ですね、昔の、昔近鉄がですね、昔宝山寺にお金を借り、乗車券を持っていてお金を借りたことも実はあるという逸話があります。はい、生駒駅到着です。左側に見えるのが京阪奈線、地下鉄中央線から続いている線路です。そして架線がありませんので、左は第三機場です。京阪奈線は第三機場です。生駒駅、ここは特急も止まります。そして生駒市の中心、奈良県の人口2番目か3番目ちょっと調べてくるの忘れました、の規模の都市の生駒市の中心地です。あ、これが大阪市営地下鉄中央線の車両ですね。学研奈良富ヶ丘区から来た中央線の車両です。はい、生駒駅発車いたします。ここからしばらく左側の京阪奈線と合流といいますか並走いたします。あ、ちなみに生駒駅から奈良県生駒市になります。
東駒駅が見えてきました。はい、東駒駅通過いたします。ビスタカーを抜きます。回送ですけども回送ですけど、ビスタカー2階建てのビスタカーを東駒駅で抜きます。ちなみにですね、京阪奈線は並走しますけれども、東駒駅という駅はありません。そして左側があれ車庫ですね、京阪奈線の車庫です。この東駒駅はですね、生駒屋さん一望できて、夜になるとですね、生駒ケーブルがの明かりが数珠のように見えます。この辺り結構生駒山を通る関係で、やっぱアップダウンが激しい区間になります。それでは富雄駅通過いたします。こちらで富雄駅通過いたします。富雄駅はですね、ここまでが奈良県生駒市になりまして、次の学園前から奈良県奈良市になります。富雄駅は近くに百楽荘という料亭がありまして、近鉄グループがやっている料亭ですね。はい、近鉄グループの近鉄観光株式会社が持っております。まもなく学園前駅です。学園前駅は全ての列車が止まります。そしてここはその名の通り学園前で、手塚山学校法人手塚山学園ですね。手塚山学園の幼稚園、手塚山幼稚園、手塚山小学校、手塚山中学校、手塚山高等学校、手塚山大学の手塚山学園の最寄り駅であるのと、あと近畿日本鉄道の元会長であった佐伯勇氏ですね、近鉄バファローズファンが佐伯オーナー、偉大な佐伯オーナーって言うてる佐伯勇氏のご自宅で、今はですね、小博美術館という美術館になっております。近鉄奈良線沿線の高級住宅街といえば、この学園前駅周辺のことを指します。はい、学園前駅発車いたします。
神たちを雇ってる前です。天理、柏神宮や京都方面は乗り換えです。はい、そして間もなくですね、あやめ池駅を通過いたします。見えてきました、あやめ池駅通過いたします。あやめ池駅はですね、かつてですね、近鉄あやめ池遊園地とですね、 OSK 日本歌劇団の劇場があった場所であります。阪急でいう宝塚によく似ておりますね。今はですね、そのあやめ池遊園地の跡地に近畿大学附属幼稚園と近畿大学附属の小学校があります。そしてあやめ池を通過したら次は大和西大寺駅でございます。もう大和西大寺駅といったらもう鉄道ファンにはですね、かなり複雑な分岐であることが有名な駅でございます。でこの辺りは山を降りる、生駒の山をどんどん降りていくような感じで奈良の盆地に入っていきます。そしたら奈良の盆地入った頃ぐらいに大和西大寺駅になります。どうしてもね、分岐が多いのとすごくダイヤが複雑なので、この辺りは速度をかなり落としての走行となっております。そしてもうちょっとしたら左側にですね、今ちょっと見えてるかな、見えてるかな、京都方面からの合流になりますね。京都方面から西大寺駅に、もうこの辺りからかなり複雑なんが様子が分かります。京都方面から西大寺駅への合流です。はい、ここがかなりポイントが複雑な場所です。ではここで京都方面と八木橿原神宮方面との乗り換えになります。それではですね、全面展望実況これで終わらせていただきます。次回は近鉄奈良駅までお送りいたします。どうもありがとうございました。そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。